トラック、中距離種目、オムニアムの中の一つ、2周ごとに最後尾の選手が除外、エリミネートされる。最終的に残った2人によりスプリントを行い、先着した方の勝利。最後尾は後輪、後端で確認され、判断がつかない場合はドローとなり、その回での除外はない。誰が1位残るのか、サバイバルです。 Get ready for the Bear Brewing Cup Elimination Race。最後まで生き残るのは一体誰かという、できるだけ前に行きたいといったところで、フェンス側はもうキツキツですね。そうですね。まずはホイッスルスタート、隊列を組んだ後号砲スタート、そして2周ごとに除外、通告されていきます。笛が鳴りまして、インガーホルダーが手を離して9名、そしてフェンス側から9名、合計18名がスタートいたしました。はい、それで 再開にならなければいいと、ね、そうです。常に再開にならなければいい。ただ後ろの方でずっと展開をしていると確実にいつかは除外されてしまうということになります。さあ、もう隊列が整っているという判断でピストルが鳴らされました。ここから1周開始です。ここからスタートでございます。1周開始、これ1周完了時点ではまだ大丈夫です。いやー、これね、別に前にこう飛び出さなくてもいいんですけども、前でこのペースを上げる選手がいると後方は苦しくなっちゃうわけですよ。さあ、次ですよという合図ですね、今のはね。さあ、2周目完了して、さあここ一番最初にエリミネートされるのは、ああ誰なのか。カノヤのジャージがちょっと後ろの方に入っているわけなんですけども、ドキドキしますね。お、何番でしょう。13、渡辺翔太郎が今回、渡辺翔太郎がまずは1回目エリミネートされました。はい、これはもう残念、ちょっとねギリギリというところだったんですが、渡辺選手がもう降りるということになりました。もう次の周回です。4周完了地点、4周完了地点では誰が除外されるのか、そして次は誰なのか、最後尾、あー、これちょっと厳しいか、金谷の16番エルミネーション、16番エルミネーション And eliminated number 16、大輔長松。やはり今日ちょっと体調が悪いという話をしていましたんでね、残念、長松選手が除外されます。後ろだけではなく前の方の位置取りなんかもね、ぜひ注目してください。で、最終局面に合わせて前方選手たちも足をいかに溜めていくのかということが重要になってきます。さあ、次の周回エリミネートされるのは一体誰になってしまうのか。最後尾、後輪、後端、誰だ、これはどうだ。10番エリミネーション、10番エリミネーション、はい、Next we eliminate number 10、丹蔵徳田。うわー、徳田長田、やはり丹蔵が残念、ここで除外でチーム票バイバイって手を振ってます。丹蔵面白いな、鍛えて作ると書いて丹蔵、ますます鍛えてもらいましょう。丹蔵、まずはお疲れ様、まだありますから、この後のレース一体これは体力を使いますからね。そうなんです、後方でもがくと体力を使 う、 でも前の方でも風を受けると、あー、これは5番エルミネーション、5番エルミネーション、 Next to be eliminated number 5、 多田明中井。京都産業大学の中井選手が残念ながらエリミネートです。いやでもね、これずっと前方はアメリカチームが引っ張ってますね。そうですね、アメリカのホロウェイ先輩とフーバー後輩、先輩後輩ちょうど10歳違いのこのホロウェイとフーバー、10歳も違うんですか、うん、アメリカ兄弟この兄弟が引っ張っていますけども、さあ後方はどうでしょうか、誰がエリミネートか。6番エルミネーション、6番エルミネーション、 Next to be eliminated number 6、 Kohei Ito。 京都産業大学の2人がここで残念降りるということになっていきます。速いっすって、丹蔵選手が普段と全然違うって、そんなの待ってやもみたいな感じ、
確かにね、もうちょっとスローな展開になる。前を引っ張る、だってアメリカ勢が速いもん。そして2番エルミネーション、2番エルミネーション。 Next to be eliminated, number 2, Hiroaki Harada。 チームブリディストンサイクリングの原田選手が残念ここでエリミネート。ワオ、どんどんと減っていっちゃうぞ。いや、鍛造選手が速い、確かにね、本当に速いペースですよ。どんどんスピード上がってるような気がするんですけれども、ペースをもちろん前の選手たちは緩めませんからね。そうですね、メンバーが変わってきました。18番エルミネーション、18番エルミネーション。 Next to be eliminated, number 18, 両田海原。佐々木龍あたりが前に出てきました。鍛造選手が速いと言ってましたけども、手元1周16秒台で回ってますね。おお、これはかなりのペースです。まあ一回中盤戦落ち着いてくるのかなと思うんですけども、いいね DJ マーシー。選手たちもいい音だからこそ。15番エルミネーション、15番エルミネーション。 Next to be eliminated, number 15, Kento Matsumoto。思わずマーシーのビートに乗ってこうね、踏んでしまっているんじゃないかな。だから非常にペースが速いんじゃないか。いやー、アメリカ勢強いな。ホロウェイ先輩、勘弁してくださいよ。持久力がすごいですね、ホロウェイ選手は。9番エルミネーション、9番エルミネーション。Next to be eliminated, number 10, Tanzo Tokuda。 今9番ですね。9番、失礼いたしました。 Next to be eliminated, number 9, 吉光平塚。残り9名、生き残り9名になってきました。半分に減りました。半分ですね。そうなんです。いや、汗かいてきました。これは面白い。本当に前方でもずっと勝ち抜き、まあしかしね、今回は勝ち抜きというよりもアメリカチームのこのハイスピード作戦。8番エルミネーション、8番エルミネーション。 Next to be eliminated, number 8, Kellen O'Brien。 オーストラリアの若手フィラン・オブライエンが降ろされましたね、エルミネート。もう2トップキープしてますね。キープしてますね。ダニエル・ホロウェイと、そう、後輩のゲイビン・フーバー。先ほどのテンポレースもそうでしたけども、このアメリカ勢のハイスピード戦法によってみんながやられる。さあ、この周回は17番エルミネーション、17番エルミネーション。 Next to be eliminated, number 17, Keigo Kusaba。 日大の2人ももう除外されていきます。うわ、だんだんとさらにこの位置取りが激しくなっていった。オブライエン、オーストラリアもこのなんとなく苦笑いというか、ちょっと今日ペース速いぞ。おいおい、ケラーのオブライエンが笑ってますね。さあ、もう一回しました。さあ、ここは厳しいか、どうだ。3番エルミネーション、3番エルミネーション。 Next to be eliminated, number 3, 大勢小林。小林大勢、ここでエリミネートされてしまいます。おじきはベテランレーサーのエリミネーションの一順次。体勢ここで除外、うん、あ、残り6人ですよ。いやでもね、いいものを見せてもらってます。これだけ速いテンポのエリミネーションすごいですよ。中だるみとかね、まあ、いわゆる垂れること一切ないですから。そうですね。あ、来ました。4番エルミネーション、4番エルミネーション。 Out of the race, number 4, Ryu Sasaki。 佐々木リュウもアウトか。トップ5ですね。五輪ですよ。あ、岡本隼人と、そして久保木和志、日本人選手残ってます。なんとか踏ん張ってほしいが、隼人ちょっと、隼人頑張れ、後方どうだ。あ、厳しいか。14番エルミネーション、14番エルミネーション。 Please give a warm thank you to number 14, 隼人岡本。これで日本の久保木と、そしてオーストラリアのハワード、さらにはアメリカのフィーバーとホロウェイというこの4人になった。わ、強いですね。今
今ホロウェイ先輩がフーバーのことをちょっと気遣ってましたよ。今気にしてましたね。ちょっとペースは大丈夫か。後輩重いなホロウェイ先輩。フーバーが後方からどうだ。スコバチ残れ、スコバチ残れ。おお、なんと11番エルミネーション、11番エルミネーション。逆にダニエル・ホロウェイが降りることになります。ナンバー11ダニエル・ホロウェイ is out of the race。まさかの展開ということはある意味フーバーお前行けよというメッセージがあったんでしょうか。うわー、日本の久保地残っている。オーストラリアのレイ・ハワード、そしてジェイビン・フーバー、アメリカ、日本、アメリカ、オーストラリアというこの3選手が残っていった。久保地残れ最後まで。久保地行け。ここでなんと久保地残った。12番エルミネーション、12番エルミネーション。 Out of the race is number 12, Gavin Hoover。 一騎打ちに入ったのはチームブリジストンサイクリング、久保地和志へとオーストラリア、レイ・ハワード。この最後まで何が起こるか分かんない。さあ一騎打ち、一騎打ち、レイ・ハワード、レイ・ハワードが走るか。久保地、久保地和志で久保地ついていけば、しかしこれはもう足が厳しいのか。まあしかしここまで残っただけでも素晴らしい。でさらにそれを奪っていくのこのレイ・ハワードの足。